ハレルヤー。ハレルヤー。皆さんおはようございます。おはようございます。それでは2013年11月17日の主の第一礼拝を始めさせていただきたいと思います。最初に総額をもちまして神様の前に心を静めさせていただきましょう。Oh.
祈りさせていただきます。ハレルヤ。恵み深い愛する天の父なる神様、素晴らしいこの聖日、イエス様のよみがえりの下、兄弟姉妹ともどもに教会で礼拝を捧げることが許され、ありがとうございます。イエス様が十字架にかかり失望して、弟子たちも神様、イエス様の復活を信じることができませんでしたけれども、イエス様は、不思議なようにその墓の石を覗かれ、また弟子たちに、そのお姿を見せてくださったことです。トマスにこの指に、あるいはこの脇腹に、手を入れてみなさいと語りかけてくださったことです。なかなかこのよみがえりを信じられない人々もおりますけれども、主よ、あなたが私たちに、私はここにいる、私は生きている、今日も共にいると主よ語りかけてくださることをありがとうございます。私たちは主よ一人ではありません。聖霊様が私たちと共に歩み、共に戦い、慰め、励まし、また御言葉を分かりやすく説明してくださることです。主よ、私どもの心の中を空っぽにして、聖霊様を受け入れ、どうぞこの言葉が、聖書の言葉が、この良き地にまかれたように、神様、まっすぐに心に魂に届くように助け導いてください。そしてイエス様が十字にかかって死んでしまった、それで終わりではなくて、さらにこの3日目によみがえったように、私たちも再び信仰によって立ち上がり、主よあなたと共に今日ももう一歩新しく踏み出させてください。過去の出来事にとらわれるのではなくて、主よ、全てを主が益としてくださることをプラスに変えてくださること、過去のマイナスもプラスに変えてくださることを信じ、固くこの一歩を今日も歩ませてください。主よ、メッセンジャーを通し今日も豊かに語ってください。また賛美を通して主を語ってください。祈りを通して主を語ってください。またどうぞ日本のその教会、教会、聖戦の教会、それぞれの親の教会、教会の講談も行き見えてください。またオーストラリア、フィリピン、あるいは全世界の教会、教会も行き見えてくださるように、風が吹くように、どうぞ聖霊様が教会を行き見えてください。これまでの地域を感謝し、これからの時を待ち望んで、イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。続いて、第2の賛美をしていきたいと思います。まだの方お願いします。はい、それでは歌集から3曲、インマヌエル賛美歌から1曲、皆さんとご一緒に歌っていきたいと思います。
旧約聖書エゼキエル書24章1節から12節、旧約聖書エゼキエル書24章1節から14節、司会者の方で読ませていただきます。第9年の第10の月の10日に私に次のような主の言葉があった。人の子よ、この日ちょうどこの日の日付を書き記せ。ちょうどこの日にバビロンの王がエルサレムに攻め寄せたからだ。あなたは暗躍の家に一つの例えを語っていいよ。神である主はこう仰せられる。鍋を火にかけ、これを据え、水をこれに注ぎ入れよう。これに肉の切れ、腿と肩の良い肉の切れを皆一緒に入れ、襟抜きの骨でこれを満たす。襟抜きの羊を取り、鍋の下には薪を積み、よく沸騰させて、その中の骨も煮よ。それゆえ神である主はこう仰せられる。ああ、流血の町、錆びついている鍋、その錆は落とせない。一切れずつそれを取り出せ。くじで引いてはならない。彼女の血はまだそこにある。彼女はそれを裸岩の上に流し、地面にそれを流さず、これに土をかぶせようともしない。私は憤りを募らせ、復讐するためその血を裸岩の上に流させて、これに土をかぶせなかった。それゆえ神である主はこう仰せられる。ああ、流血の町、私もこれに焚き荷を積み上げよう。薪を増やし、火を燃え立たせ、肉をよく煮、味をつけ、骨も燃やせ。鍋を空にして炭火にかけ、その蒸籠を熱くして、その中の汚れを溶かし、錆がなくなるようにせよ。しかしその骨折りは無駄だった。そのひどい錆はそれから落ちず、その錆はなお火の中にあった。あなたのみだらな汚れを見て、私はあなたを清めようとしたが、あなたは清くなろうともしなかった。それで私があなたに対する私の憤りを鎮めるまで、あなたは決して清められない。主である私は言った。それは必ず起こる。私はそれを行って、なおざりにせず、惜しまず、思い直しもしない。あなたの行いや技に従って、あなたを裁く神である主の御告げ。それではメッセージの前に、賛美グループ2の方々のご奉仕をお願いします。Thank you.
失礼いたしました。どうもありがとうございました。それでは BMM 中野牧師と失礼いたします。それではもう一度2曲カシウトのカシウから281の3曲神の子、私の王になるこの恵みに預かって